リヴァイ兵長。いや、違う。誰だ。メガタの巨人を仕留める。お前たちはこのまま全速力で本部に向かえ。俺も戦います。ダメだ、これが最善策だ。お前の力はリスクが大きすぎる。なんだてめえ、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなの、エレン。私たちのことがそんなに信じられないの？我が藩の勝利を信じてます。ご武運を。進もう、振り返らずに。なんだ、俺は殺す。ここで惨めに死ね。クソ、メガタに向かいよ。見たか、すげえ。あのメガタが一方的に。とどめだ。違えたから、みんな死んだ。こいつを殺す。信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、いって引きちぎってやる。ぐちゃぐちゃに細かくしてから食ってやる。言ってやろう。
おい、エレンはどこだ？よし、いいぞ。巨人を呼んだか。囲まれたら面倒だ。まずは周りの巨人をやるぞ。救援要請を確認した。援護に向かう。どうやらエルヴィンの判断は正しかったらしいな。だね、次から次へと湧いてきやがる。団長の指示でエレンたちを助けに来たんだけど、どうやら私が囲まれちゃったみたいでね。行ってやろう。味方を追うぞ。戦いが長引けば奴に逃げられる。エレンの救出に目的を絞るぞ。よし、この拠点で補給していくといい。行ってやろう。あんなのどういうの。巨人どもめ、邪魔すんな。狙い通り。これだ。苦戦してるの？もう世話の焼ける。相手する。よし、こいつで足止めしてやる。落ちた。狙い通り。当然さ。よし、いいぞ。倒さ。巨人どもが邪魔だな。奴の足を止められるはずだ。狙い通り。狙い通り。相手する。このまま長引かせるわけにはいかねえ。奴に逃げられるぞ。エレンは生きてる。その女殺して体中かっさばいて、その汚いところから出してあげるから。落ち着け。エレンを救い出すことに専念しろ。倒さ。そもそもあなたがちゃんとエレンを守っていればこんなことにはならなかった。そう、お前はあの時のエレンの馴染みか。
俺が奴を削る。お前は注意を引け。相手する。やつも疲弊してきたようだな。疲弊してる。きっと動けない。殺せる。よせ。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。